で、ウルテで、ご飯大でプレーズ以上です。Thank you.
やっぱりそうなんですね。まあ、分かりやすいですよね。なんかずっとなんか入ってて入りにくいお店とかもずっとそこからスワップで駅の奥の辺とか前のですね。そういやいいですね。あそうなんですね。いやそういうのすごい大事ですよね。ディープな。やっぱなかなか地元のテレビ局じゃ入りにくい。ああ、やっぱそうなんですね。失礼します。またお会いしましょう。動画ではい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、久々だったんですけどね。1年ぶりぐらいに来たんですけど、お店やってなくて、やってないっていうか移転してて、びっくりしましたけど、30メートル先どこなんだと思ったら、交差点かな？アーケードの通り道というか、そこに、お店があったということで、だいぶね綺麗になって、だいぶ綺麗っていうか、だいぶ入りやすいっていうか、外が中が見えるような状態で入りやすい、雰囲気のある、形で、で席数もね増えてという、で前あったところはラーメン屋になるみたいです。もともとラーメン屋されてて、焼肉屋をやってたんですけど移転ということで、ぜひ皆さん行ってみてください。めちゃめちゃ楽しかったです。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。